2014年3月14日、10時57分、今までにあった修羅場を語れすれ。1年くらい前のこと。大学から帰ってバイトもなかったから、一人暮らしのマンションでいつも通りくつろいでたら、夜の11時くらいにチャイムが鳴った。誰だろと思って覗き穴から見てみると、見知らぬおっさんが。どちら様ですか？〇〇です。知らん。どちら様でしょうか？〇〇です。〇〇 A 子の父親です。一瞬、だから〇〇 A 子って誰だよって思ったんだけど、すぐに思い出した。中学時代付き合ってた元カノで、別々の高校になってからは自然消滅した感じで別れた女の子の名前だった。ご用件は？少し娘のことでお聞きしたいことがあります。こんな夜遅くになんだよ、とは思ったものの、相手の態度も冷静だったし、なんかあったのかと思って、とりあえず扉越しに話すのも失礼かと思って、鍵外して扉開けたのが間違いだった。玄関開けるなり俺の顔面に衝撃。尻もちついた。目の前がチカチカして何が起こったかわからんかった。鼻っつら押さえて涙目で見上げると、A子の親父さんが鬼みたいに顔真っ赤にして、てめえか娘を傷物にしやがって、ぶっ殺してやる。何のこっちゃと思うよりも先に親父さんが殴りかかってきて、マウントみたいな体勢で何回か殴られた。気がつくと俺は、親父さんの腹に蹴り入れて部屋の奥に逃げてた。頭の中は完全にハテナだったけど、体が勝手に動いた感じ。どっか痛いとこに入ったらしく、親父さんがお腹抱えてうずくまってて、なんでか知らんが、大丈夫ですか？とか間抜けたセリフで声かけてたら、親父さんが背中の方のベルトからなんか取り出した。それが包丁だって気づいた時、俺は完全にパニックになって、狭いマンションの部屋の中で、しばらくテーブル挟んでガバディみたいな動きで逃げ回ってた。何回かわめきながら包丁突き出された覚えがあるんだけど、あれは我ながらよく避けれたなと思う。最終的には、部屋の隅に置いてあった中学時代に京都のお土産で買った木刀で、親父さんの腕を何回か叩いて包丁を取り上げた後、手首を押さえてうめいてる親父さんをすり抜けて玄関から出て、騒ぎを聞きつけて表に出てたお隣の旦那さんに通報してもらった。警察が来て親父さんが連れて行かれて、散々なありさまになった部屋の写真撮られたり、この親父さんが持ってきた包丁は誰のものですかとか、事情をいろいろ聞かれた。玄関前で、俺はタオルで鼻血を抑えながら、家全く心当たりが、何がなんだか、とかしか答えられなかったんだが、もう他の部屋から、ヤジ馬は来るわ大家さんにはなぜか俺が何かしたのかと疑われるわで、ほんと散々だった。俺の証言を記録してる警官の横で、無線で誰かと連絡取ってるもう一人の警官が、凶器は木刀の模様。とか言ってて、ってなった時が一番ヒヤリとした。俺が批判的な扱いをされてんのかと。ともかく、詳しい話は署の方で聞くからとか言われて、正直俺は病院に連れてって欲しかったんだけどそのままパトカーで連行されてった。取り調べ室で事の顛末を何回も何回も聞かれたんだけど、当然答えられるわけもなく、そのうち話は、あの木刀はどこで手に入れたんだ？怪我をさせるつもりだったのか？とか、話が変な方向に向いていった。とにかく、俺は被害者ですって訴えてると、そのうち A 子の母親と A 子本人が来たとかで、俺と話がしたいとのことで、話し合いの場所は通路に。俺が先に通路に出て待ってると、すぐに A 母と A 子が来た。俺の姿を見るなり A 母土下座。A 子は泣きながら、ごめんね、俺くんごめんね。と謝られて、何度目ともつかないなんのこっちゃ状態だった。そっから聞いた話をまとめると、A 子、現在付き合っている彼氏の子供を見ごもる。もともとかなり厳しい家だった A 子の親父さん切れる。A 子、誰の子なんだと問い詰められ、とっさに昔付き合っていた俺の名前を出す。野郎ぶっ殺してやる。俺の家を A 子から聞き出して突つ。A 子とは、中学で別れてから成人式の時くらいしか会ってないのに、なんで俺の家がわかったんだと聞くと、俺とも A 子とも付き合いのある、友達 B 子に聞いたとのこと。そもそも、なんで何も関係のない俺の名前を出したんだと、若干切れ気味で問うたところ。このままだと彼氏くんが殺されちゃうかと思って。と泣きながら言ってた。いい迷惑だよマジで。その元彼女ひどすぎるし縁。相談者は殺されてもよかったんだな。ともかく最終的な被害は、俺の奥歯が一本。グラグラしてると思って下でいじってたら取れた。暴れてる親父さんがなんかのおまけみたいに倒したテレビ、ガバディしてる間の、テーブルの上に開いてたノートパソコン。直接乗り越えようとしてきた親父さんが踏み壊した。あとご近所さんによる風浪被害。俺はどうなると思ったわけよ。と問い詰めた際に、ひたすら泣きながら。
ごめんね、ごめんね。としか言わなかった A 子が、なんかもう PS3 壊れた時に電話したソニーの対応窓口みたいだった。なんだかんだで A 子の親父さんも手首折ってて、これについては最初、過剰防衛になるかもよ、とか言われたんだけど、結局相手が包丁持ってたことと、逃げ道の玄関を塞いでたこと、部屋が3階にあって窓からは逃げられなかったことで、正当防衛になった。A 母は、お金は払うから裁判だけは。ってことで、その日のうちはとりあえずこの一件を預けて帰った。後日、A 母と A 子が直接実家、マンションに辛くなって戻ってた、の方に謝りに来て、茶封筒に入った10万円を渡してきて。起訴しないのなら、もう10万ほど差し上げます。とか言ってたんだけど、ぶっ壊されたテレビとノーパソ、俺の歯の治療費もろもろなんかにはほど遠かったんで、丁重にお断りというか事実を伝えたらファビョった。A 子に至っては、俺くんがそんな人だったとは思わなかった。みんなに言いふらしてやる。みたいなこと言ってたんだけど、こっちのセリフだよそれは。結局話にならなかったから裁判沙汰になって、治療費プラス慰謝料プラス弁償代プラスマンションの引っ越し代プラス休学中の講義代プラス休んだバイト代で、結構な額をもらえることになった。親父さんは現在も塀の中。話がまとまるまでの間、ひたすら A 母の突がうざかったのと、A 子による根も葉もない俺の悪口が急流に触れ回されてたりとか、面倒なことばっかりだったけど。ちなみにこれは、修羅場の後処理中に心配して連絡くれた友人から聞いた話なんだけど、家中の A 子の彼氏は走り屋だったとかなんとか。それくらいのことしか知らん。A 子がお腹の子を下ろしたってことは風の噂で聞いたけど、どうもこの一件以来地元を離れてどこかに行ったみたいで、半分行方不明とかなんとか。肝心なことは、謝られるばっかで聞けなかったような気もする。まあいいけどさ。今は新しいマンションに住んでるんだけど、時々実家のポストに、呪いとか、死ねとか書かれた紙が時々入ってるって聞くくらいで、平和です。警察には届け出たって言ってたから、親子揃ってのご対面ができるのももうすぐなんじゃないかな。かなりの被害だ。そんだけ迷惑かけて10万で済まそうと思ったのか。子が子なら親も親だな。やっぱ親がクズだとダメなんだな。おつ。俺くんがそんな人だったとは思わなかった。みんなに言いふらしてやる。無関係なのに殺されかけても、笑って許す菩薩みたいな存在だと思ってたんだろうか。それともことの大きさを理解していなかったんだろうか。言いふらしても A 子の非常識さが広まるだけだと思うが、見知らぬ人との話し合いはファミレスがいいな、うん。A 子っての海藻花畑のアホとしか言いようがないな。両親もバカだし、どうしようもない一家だ。